エルチェのヤシ園は、スペイン・バレンシア州アリカンテ県エルチェにあるヤシ園。ヨーロッパでは、最大規模のヤシ園である。ユネスコの世界遺産に登録されている。世界遺産の登録地域は144万平方メートルで、干渉地帯は810万平方メートルである。1万千本以上、樹齢300年以上の夏目ヤシがここに植えられている。18世紀には、 現在の2倍の面積と20万本以上の夏目ヤシが植えられていた歴史を持つ。12月に夏目ヤシの実は収穫される。ヤシ園の中で最大で幹が7本ある夏目ヤシは皇帝のヤシと呼ばれている。この名前は1894年にこのヤシ園を訪れたオーストリア最後の皇帝、フランツヨーゼフ一世の皇后であるエリーザベトにちなんでいる。 このヤシエンの歴史は古く、エルチェの土地に、ナツメヤシが植えられるようになったのは、紀元前5世紀のカルタゴの時代だと考えられている。カルタゴの後にエルチェも含めたイベリア半島全域を支配したローマ帝国、ムーア人の統治のもとでも、このヤシエンは生き残ってきた。ヤシエンが、現在の形を形成するようになったのは、あとウマイヤ朝の初代、アミール・アブドアン・ラフマーン一世の時代に、 エルチェを流れるビナロポ川の水を利用するようになったからである。アブドアドラフマーニッセイはアラブ世界特有の灌えシステムをこのヤシエンに導入したことにより年間で300ミリメートルの降水量しか降らないエルチェでも夏目ヤシを育成することに成功した。アラブ世界の灌えシステムがヨーロッパで用いられたのはエルチェのヤシエンだけである。レコンキスタ完了後も エルチェのヤシ園は法律の下で保護され続けている。2005年にはヤオオオサゾウムシの幼虫が夏目ヤシに害を与えていることが発見された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。